焼き渡しやってしまいましたね。ワークマン女子のハッシーさんの、今日のコーデですね。はい。バッチン。はい。やりました。おはようございます。山登りピークチャンネルのステージです。はい。今日はね、ご覧のメンバーでお送りします。まず、ブチ君。私の動画では、オゼと金プさん一緒に来ていただいてます。おなじみのヒロさんですね。お願いします。山旅。見かけない。見かけない。頼むわ。はい。ヒロの山旅ちゃん。ヒロの山旅です。で、ハッシーキャンプっていうね、動画とインスタもやってます。今日はね、ハッシーさんですね。彼女とは、まあ基本 YouTube のね、動画のコメントのやり取りで始まって、フィールドスタイルで初めてちょっとお会いしました。そこで、ナンパして今日に至るということになります。やらしい。やらしい。はい。で、今日はね、ハッシーが初めてのテント泊登山ということで、本当は、木曽駒ヶ岳ね、もう絶景景色見ながらのね、登山を計画してたんですけど、なんとこの雨でロープウェイが今日動いておりませんでした。で、急遽駒ヶ根からですね、白駒池の駐車場ですね、まで来ました。ハッシーがね、まあ、テント張るのに重たい装備なので、できるだけ、短い距離でテント張れる場所ということで、今白駒池から高見石に目指して、で、明日天気がいいので、明日どっか行こうかなと思ってます。はい。で、紅葉も時期色づいておりますので、ちょっといいとこ見せられるかもしれません。最後まで見ていただければと思います。ということで、はい、ちょっと長々なりましたが、この4人で今回お送りします。じゃあ、行ってきます。行ってきます。今回我々が利用したのは、白駒池ニュー高見石に一番近い駐車場、白駒池第一駐車場を利用しました。駐車場内には有料のトイレが完備されております。こちらのトイレは非常に清潔感があり、使いやすいトイレとなっております。まずは白駒池のほとりにある白駒荘を経由して高見石小屋を目指します。コースタイムは約1時間です。橋登山何回目？3回目。木曽駒が2回？はい、あ、1回。で、富士山。あ、富士山行ってるんだ。はい、じゃあ全然俺より上ですね。さあ、散財しちゃった。何買ったの今度？あ、これ気づきましたよ。オールウェザージャケット。だよね、なんか見たことないの着てんなと思ったの。買ったな。また買っちゃいました。あのちっちゃくなるってこと？そう。めちゃ軽い。めちゃ軽いのと、防水大丈夫なんですか？あ、防水はね、意外とまだ大丈夫。ああ、そうかそうか。まあ、キャパ超えなければ。ハッシーも重量級キャンパーなんでね、結構ね。はい、お。そう、ここにいるブチ君と一緒で。そうなんですよ。装備も見てる。そうそう。あとここはね、苔をよく見て。そう。めっちゃ生えてる。そう。これは有名な。あの、なんていうか、苔の森。雨は雨で、やっぱ苔がすごく光ってね、綺麗に見えて、天候を選ばずここは、晴れは晴れて、もう綺麗に見えるし。めっちゃなんか天気良さげな。もののけ姫みたい。あ、もののけゾーンもあるんですよ。おぉ、うん、そうなんですね。すごいね。ハッシーもよかったら貧脚登山隊のメンバーに入ってください。よろしくお願いします。はい、整体操と、高見石小屋と、白駒池の3つの交差点ですね。分岐来ました。右行くと高見石で、まっすぐ行くと白駒池になるんで、とりあえず白駒池経由で高見石目指したいと思います。はい。はい。湖畔をちょっと歩く感じで。はい。はい、じゃあレッツゴー。あれを今日はハッシーがやるからちょっとセイさんのテンションが違うわ。
こんな天気だったら絶対撃沈しちゃう。ちょっとね違うね。いやほら僕が誘ったからさ、やっぱり責任感、責任感あるからさ。今めちゃくちゃ頭働かしとるやん。そうそうそう、想像してました。すごいなんかちょっと緑っぽいのはちょっと見えますけど、そら。ここがね、白駒池です、でちょっと左振ると、ちょっと色づいてる木がね、ちらちらあります。はい、ということで、白駒荘到着。ここはね、建て直したんでめちゃくちゃ綺麗になってますね、ちょっとずつ見えてきた。悪くないっすよ、こういうのも。こういうのも全然いい。何キロぐらい今日は通ってらっしゃる？今日、多分15キロはあると思います。行ったんだ。最後また詰め込んだんで。いいっすね。ハッシー何キロぐらい？分かんなかったんですよ。ハッシー多分ね、12キロぐらい。キロちょいだと思う。あ、よかった。そんなに重たくはなかったと思うんですけど、うん。ここはね、コーヒーとソフトクリームとカレーが美味しいお店です。白鴨荘の前何回も来ましたけど、湖畔に来たのは、ここまで来たのは初めてかもしれない。こんな景色、こんな景色です。これ明日はね、またいい景色見れるんじゃないかなと思います。はい、すごいいい景色です。色づいてます。もっと水没しますね、これ。はい、白鴨荘を歩いてすぐですね、高見石との分岐に出ました。赤くなってる。あ、本当だ。はい、じゃあ高見石の分岐を、ここを右に曲がります。よいしょ。こっから先本当俺も人のこと言えないけど、自分に言い聞かせてんだけど、滑るからね絶対。いけた。すごい。ここは深いよ。川ですね。でも普通からないんですよね。うわ。川ですね。川ですね。川ですね。あ、川です。川になってますね。何撮ってんの？あ、なんか狙ってる感じですね。開けないよ。あえてリスクを負うか。その後ですよ。ここ？これ行く？行く。またぐ。ポンポンですね。すごい。来ました。来ましたね。すいません、動画的に。いえ。そのまま通り過ぎて来ないね。よいしょ。おー、アドベンチャー。いやー、すごい。いいっすね。いいっすね。はい。広いところに出た。いやー、どこをどう通っても。そこ行きたいね。どこをどう通っても、あかんすわ、こら。
けや。はい。よし、出た。はい。なんとなくこの水の筋なんだけど。あ、ありますね。よく行きましたね。そっち、こっちですね。その靴ワークマンだっけ？その靴ワークマン。ああ。そんなもんか。はい、高見石小屋到着。じゃあ、ケータイも何だろう、きな粉、抹茶、ごま、チョコレート食えないんで、チーズ、チョコ、これ食べたいです。すごい、いただきます。いただきます。1100円です。おー、いただきます。手が、あー、ありがとう。ごま、抹茶、きな粉、チーズ、ビスケット、チョコ、はい、1時間ぐらいちょっと休んでたかな。以上休んだかな。本当は高見石でテント張るつもりでいたんですけど、ちょっと雨も落ち着いてきている雰囲気なので、黒百合ヒュッテまで行きたいと思います。はい、はい、はい、天狗岳方面行きます。こっちになります。雨は止んだっぽく見えるけど、ちょっと降ってるか。まだね、降ってるね。高見石小屋を出発し、中山を経由して黒百合ヒュッテを目指します。ここからの道もひたすら苔の森の中を歩いて行きます。どうすか。苦しいです。苦しい。ハッシーの足の置き位置、俺置けないもん、怖くて。こう足乗ってるみたいな、キッチャーが飛んでるっていう感覚あります？あんまりないで、それが感じられた方が、はい、自然にくいです。はい、黒百合ヒュッテまでの道の中で、この中山山頂手前の急登が
とても長くて大変でした。なんか天国の扉みたい。やばいね。開けますかね。晴れてきた。青空が見えてます。はい。登りきった。登りきった。いやー、疲れたわ。お疲れ様。お疲れちゃう。なんか見えたっぽいですね。ハッシーめっちゃ喜んでます。あ、なるほど。木道が登場ですね。よいしょ。おー、難所だね、ここは。最後の難所。これもこれで。あ、マジか、足、でかいの？こうかもしれない。これ。これ。木道目前です。はい、目前です。これを待ってたんです。広場に到着。蓼科山がくっきり見えてます。はい、いい景色だ。風も気持ちいい。よし、じゃあちょい休憩。じゃあ出発しましょうか。出発。はい、どうぞ。はい、よいしょ。せーの、ゴッチン。はい、やりました。はい、ニュートの分岐がこの先にあります。やっとここまで来た。そっから先は多分中山峠、黒い日ってはそんなね距離なかった という記憶があります。今から先、もうね、高見石小屋の人が言ってたんですけど、紅葉する葉っぱが今年の9月は雨が不足でもう先に枯れちゃうんだって。はい、ニューの分岐に到着しました。はい、この先ですね、中山峠、こっちになります。こっちね、中山峠。ここからね景色見えたはずなんですけどね、ガスガスです。残念。小屋、お尻が痛い。もう小屋ですよ。小屋ですよ。中山峠の分岐です。分岐です。で、こっちに行くと黒湯って、反対側が天狗岳ということです。はい、じゃあ小屋行こう。小屋行きます。はい、レッツゴー。はい、黒百合ヒュッテ到着。4時40分ですね。到着です。はい、今、テント張って、寝床も準備して落ち着きました。今日のテントはローカスギアのタイベッククフ、初めてフロアレステントを今日使って、テント泊してみたいと思います。フロアレスなんでやっぱ広いですね。ただ、砂とか結構入っちゃってきてます。そんな感じです。はい、で寝床は、はい、こちら、シュラフが、ラブのシュラフと、
マットが、ウルトラスフィア 4.5 ですね、はい、セットで買うと効果が発揮するというふうな感じで、使ってます。はい、で今気温が10度切りました。一桁になりました。手がねかじかんできましたね。かなり寒いです。で今日私やってしまいましたね、ダウンパンツ忘れました。どうしようって感じです。ダウンシューズはあるんですけど、ダウンパンツ忘れちゃいました。いや耐えられるか心配ですけど、まあやるしかないんでね、とりあえず寝ます。明日はまた明日の体調次第で考えたいなと思います。じゃあね、これから晩ご飯の支度をしていきます。ございます。今5時半です。気温は0度です。寒かったです。ダウンパンツ忘れたので結構きつかったでした。はい、でもなんとかね起きれましたよ。はい、良かったです。で、初めてのフロアレステントって寝ました。こんな感じです。ちょっと汚いですけど、工夫一応2人でも寝れるんですけど、1人の方がいいかなっていう感じですね。2人だとちょっと狭くなる感じで、結論はご覧の通りです。分かるかな。結構ねしましたけど、耐えてくるってことは影響はなかったですか。はい、でこの寝袋は一応多少の、ね、防水性があるので、これぐらいの結論だったら大丈夫かなっていう感じです。で今日はこの後、準備して、6時ぐらいに東天狗岳行こうと思います。はい、おはようございます。おはようございます。で、今日は、これから東天狗岳にテントを置いて、行ってきます。で、帰りはニューを回って下山したいと思います。皆さん朝眠れました？寒かったです。寒かったね。初めての天泊どうでした？でも朝、寒かった。風邪ひいてない？大丈夫？そうね、大丈夫か。おひろさんはね、はい、大丈夫です。はい、ということで6時ちょっと過ぎましたけど行ってきます。はい、行きます。行きます。黒百合ヒュッテを6時20分に出発。東天狗岳のコースタイムは約1時間です。黒百合から5分ほど歩いて分岐しました。でここ、右曲がります。ちょっと天気ね、いい感じの景色が見れそうです。今日は皆さんまた絶景をお届けできるんじゃないかなと思いますよ。天気もね、昨日の雨とでもう打って変わって雲はありますけど、ガスが全然ない感じ。うわあ。みたいな、あんな感じしかないな。
ちょっと帰りの体力があるから、はい、うわっ、ここだね、なんだこれ、すごい落ちそう、中山峠を抜けるとこうした開けた場所がいくつか通過します。昨日はガスで全く見えなかった景色が、今日はご覧のように綺麗な景色を見ることができました。さっき休憩して、さすがにね、ジャンパーは脱ぎました。すり鉢池、黒百合池の分岐ですね。帰りは、ここ、黒百合池の方に直で抜けて帰る感じになります。東天狗岳山頂が見えてきました。これがウィニングロードかな。ウィニングロードです。ウィニングロードですね。ハッシーロードと名付けましょう。はい、
はい、到着。はい、お疲れ様でした。東天狗岳山頂2640メートルですね。わお、すごい。ちょっとごっちんしましょう。じゃあご、はい、はい、せーの、ごっちん。はい、やりました。はい、はい、ちゃんと向こう側覗いて。立つか。やったー。うわー、すげえ。ワークマン女子のハッシーさんの、今日のコーデですね。はい、まずちょっと上から行かせてもらいますか。これも借りたやつ。あ、そうか。本当はあの上下ワークマンを用意したんですけど、まあ、昨日ちょっと天気があれだったのでちょっと、変更して私のちょっとシャリと、下のパンツはチカちゃんのパタゴニアのパンツと、これも私のゲーター。ただ今日靴が、靴がね、これ裏見せてもらっていいですか。はい、座っていいよ。これ新品で今日来ました。いや、富士山で使って、富士山で使って2回目、はい、すごいですよね、なかなかグリップ、クジラのとこ、うん、一緒に歩いてて全然こう滑んなかったんで優秀ですね。ちなみにおいくらですか。これ、どうだったっけ、3000要請しなかった。コスパ最強ですね。30-40分、ちょっとね、ここにいましたけど、どうでした、橋。楽しかったです、怖かったけど。怖かった名残惜しいね、ここから降りるのもね。確かに、はい、今日はもう貸し切りでしたね。箸持ってあげたら。いや、いい、大丈夫はい、ということでね、西天狗岳もちょっと視野に入れたんですけどちょっともう無理せずにこのまま一回黒入りして戻って、ご飯用意して撤収ですね。お腹すきました、はい、お腹すいたね。はい、ということで、じゃあ帰りも怪我しないように下山していきましょう。はい、はい、じゃあ下山します。します。いや、来てよかった。やっぱこの時間につけるっていうのはやっぱ泊まった醍醐味ですよね。いや、昨日苦労した甲斐があったね、ひろさん。ね、あ、そうですね、はい、よかったです。もう昨日何度ね、撤退を考えたことかね。本当ですよ、坂道小屋でもうここでいいかみたいなね。いや、本当そうですよね。帰ろうかとかね。本当そうそう、ずっと言ってましたよね。もう帰りたかったもん、坂道で。で、寒かったしさ、うん、いやー、本当に、いや、来てよかった、はい。黒湯の分岐に来ました。いつもなら中山峠の方、北道をね、登って帰るんですけど、今日ちょっと初めてこの分岐をすり鉢池黒入りして左ですね。はい、下りだ。多分2回目来た時にこの石俺のって言うと、確かに。うわ、うまいね。今回初めてこの道を通って黒百合ヒッテを目指します。この道は遮るものがなく、終始絶景を見ながら
黒百合ヒュッテを目指すことができます。途中には天狗の奥庭やすり鉢池など見どころもあるコースなので、ぜひ皆様も一度通ってみてはいいかなと思います。ただ注意するのは結構勾配が急なので帰りに使うことをお勧めします。何か標識が見えましたね。ここも庭なんですね。天狗の庭か。あ、ここが天狗の奥庭ってとこなんですね。確かに。じゃあ行きましょう。見えますね。終始こう岩の上をゴロゴロ歩いゴロゴロした岩を上をね歩いていくコースがかなって感じですね。景色もねずっといい景色を見ながら多分限りなく黒百合ヒュッテにね近づくまで歩けるんじゃないかなって勝手に思ってます。あ、このコースいいね、新鮮でいいわ。すり鉢池が見えてきました。黒百合って見えました。行きます。黒百合って戻ってきました。ちょうど10時なので10時過ぎたので、今日このまま朝ごはん兼昼ごはん、黒百合っての名物ビーフシチュー食べて帰れそうなので、食べていこうと思います。ヒロさんはもう先にちょっと行ってトイレ行ってます。じゃあ一旦休憩。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、はい、よく作るね、偉いわ。これをやりたくて。やりたいんだよね。はい、これにしますか。動かしちゃったんで、まあ、手でください。たまらねえ。
シューは美味しかったです、うん、はい、戻ってきました。はい、ということでこれからニューに向けて出発です。11時35分12時半、1時ぐらいかな。いやいや、もっとでしょ。昨日来た時は真っ白でした。分岐到着です。ここを高見市じゃなくてニューの方に向かっていきます。ここから先は基本横移動になります。細かなアップダウンを繰り返しニューへと目指します。いやいや、もうすぐだって。もう一踏ん張り。無理？よし、じゃあここでザックで越しましょう。これ、泳ぎてきます。え？ということで、ザックを置いてきました。軽さは、よいしょ、石乗り越える時のこの警戒感が全然違う。あ、これがニュー。これは重いのね。はい、ニューに着きました。あ、白駒池見えてます。こう一点、ハッシーさん、かなるとこ、どちらもやばいです。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様。泣きです。どうやったらいいかな。こうか。よし。これでいいかな。頑張る。入れる。ナマコあの父のニューみたいな感じだった。わあ！クマ！クマ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 。はい、じゃあごっちん。はい。登頂です。ごっちん。はい。お疲れ様でした。白駒湿原到着。あともうちょっとだね、白駒池まで。白駒池見えてきました。あー、着いた。あとは湖畔を歩くだけ、ね、はい。よし、ご飯タイム。白駒池、うん、戻ってきました。ハッシーとムチ君はだいぶ後ろです。ちょっと寒いんで降りてきちゃいました。はい、寒い。楽しかったですね。もうよかったね。バッチリ良かったです。バッチリで、ということで、
日はこれで動画を締めたいと思います。この2人は置いときます。はい、じゃあということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。エンディング撮らせてください。こちらでちょっとエンディング撮らせてください。はい、すいません。はい、ということで戻ってきました。楽しかったですね。長い間、お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。またこれこれにお付き合いください。よろしくお願いします。じゃあそういうことで、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。